皆さんこんばんは、川崎イズムチャンネルです、ちょっとね今町にいるんですけども、少し時間が、できたのでちょっとね雑談枠というかチャットフレームということでちょっと録画をね、してみようかなっていうふうに思って今少しの間ですけども喋ってます。今がそうですね10分ぐらいは話ができるかなとは思うんですけども、そうですねやっぱり今話題になってるのは、緊急事態宣言、ちょうど昨日、菅総理の会見があったんですけども、関西圏でいうとね、大阪なんかも、緊急事態宣言8月末までですかね。それで、それに伴ってね近隣の京都市なんかもまん延防止の重点措置っていう形になったりとかね、いろいろまた第5波ですかね、デルタ株とかいう話もありますけども、またちょっと慌ただしいというか、ちょっといろいろしんどい、状況になってきてるのかなっていうふうには、思います。もうねかれこれ、コロナがっていうことを言い出してもう1年半ほどもう経ってると思うんですけども、最初はいろいろリモートワークとかね、自社通勤とか交通機関使わないとか、飲食店の時間っていうのはそれ前からあった話ですけども、そういうことをやって、結局、感染者数がもう全くもって減らないっていうことで、8月末までにねワクチンの接種者の目標が、4割ですかね、これもいけるのかどうかっていうのはちょっとそれが数の確保とか、医療機関の、確保とかそういうことができるのかどうかっていうのは僕はね政治的なことは分かりませんのでそこはねもう言うつもりはないですけども、ただこのまん延防止の今までと同じようなやり方、協力してくれとかね、また飲食業なんかでのお酒の、提供の、停止であったりとか、時短であったりとかっていうようなものっていうのは実はね1年半前に初めてこういう問題が起こった時から、やってる内容っていうのはもうまずほとんど変わってないで。それに伴って効果が出るのかどうかっていうのは若干疑問に思うことも、ありますしね、これはどの方でもね、大半の方っていうのは専門家ではなくて、素人、僕もそうですけども素人なんですけども、それで、そのまま、この状況を、同じような状況を今までやってきて、それで状況が変わってないと。じゃあワクチン接種はどうかっていうことになりますけど、ワクチン接種することで、感染者の数が減ってるかって言えばそれも果たして劇的にどうなのかっていうのもありますし、一説にはねもう1年半も経ってるからほとんどの人が実は抗体を持ってるんではないかっていうそういう言い方をする人もねいますけどね、そこはもうちょっと僕よくわからないですけども、人によってはねオリンピックのせいやとかね、オリンピック今からでも中止しろとかね、言ってる方もいるみたいですけど、僕はちょっとそういうことはね僕はオリンピックに対してオリンピックその後パラリンピックもありますけども、それに対して、賛成であるとも反対であるとも僕はどちらとも言いませんけども、ただ無事にねアスリートの人たちとか関係者のいろんなコーチの方とかね監督さんとかいろいろ関係者の人たちが、無事にね、オリンピックをね、が終わって、帰って、ね、自国に帰れるっていう無事にね帰れるって開催が終わって帰れるっていうのがこれは理想的な、形だと私は思ってますんでね、そうなればいいかなっていうふうに思いますね。ワクチン接種もね、まあ、私が住んでる地域から実は数週間前に、ワクチン接種券のようなものが実は私のところにも、まあ私が実は50代で、まあ、私の家内が40代なんですけども、僕の方が早く来てその後家内のところに、ね、来て、まあ、家内はね知り合いのね病院の方でね接種するみたいなことは言うてましたけども、僕自身はちょっとどうしようかなっていうふうに一つちょっと思ってたことがあって、それが、金曜日ですかね、ですから昨日になると思うんですけども、またねその話はねコロナワクチン接種っていうことをちょっとまとめた動画なんかを作ってね、まあ誰かのね役に立つかもしれないんでね、ちょっとお話を一歩にまとめようかなっていうふうにはちょっと思ってるんですけども、まあその触りだけね話をちょっと、させてもらおうかなっていうふうには思うんですけども、僕っていうのは、まあ、基礎疾患がある、まあ簡単に言えば心臓障害ですね、心疾患がある。若い時はねそれ隠してましたけどね、結構もう40代ぐらいになった時からはねもう隠さないっていう、もう完全に、まあ、表に公開するっていう形で SNS なんかでも僕公開してるし、まあ、もちろん YouTube でもそうですし、それで、こういう形でね、まあ数週間前に接種券が来たと、おそらくこれは僕に基礎疾患があるから来たのかなっていうふうには最初思ったんですけども、どうもそれはどうも違うようで、まあ、それなら嫁さんのところにはまだ来てないはずですから。同級生のとこなんかにももう行ってますしね、これは基礎疾患があるから優先的にこの、接種券が来たっていうわけではなくても、単純にこれはもう年齢だけの問題なんだろうなっていう、そういうふうにちょっと解釈を僕はしてます。それでまあそういう形でね接種券いただいて、ちょっとどうしようかなっていうのがあったんですけども、すぐにちょっと動けないっていうのがねちょっと僕にはあって、どういうことかというと、それは僕には心疾患があるので、このワクチンを打っていいものなのかどうなのか、また打つとしたらどこで打ったらいいのか、ね、普通に地元でねやられてるとこでやってもいいのか、また僕のお世話になってる病院っていうのは実は奈良県なんで、この奈良まで行ってそこの病院で接種しなければならないのかっていうのが一つ分からないっていうのがあって、それで僕のまあ行ってる病院の中の科なんですけども、それは昔は循環器内科っていうところに行ってたんですけどね、今はそこから科がまた変わりまして、成人先天性心疾患外来というねちょっと怖い感じの名前のところに行ってて、ここはもう月にね限られた形でしか診察はされてないんで、まあ、電話するにしてもそれに診察日にね合わせてこう連絡しないと、まあ、うまく話が通じなかったりする場合もあるので、まあ、それに合わせてね、連絡を入れたんですけども、まあ、病院側の見解としては、これはあくまでも私に限っての話ですけども、まあ極度のねアレルギーがあるとか、喘息を持ってるとか、そういうことでない限りは、打っていただいても構わないと。もしそういうことがあるんやったら主治医の方と、相談して決めてくださいと、そういうような形での正式な回答をちょっともらいまして、私は極端なアレルギーもありませんので、極端なアレルギーであるとか、まあ、喘息で苦労してるとかそういうことも、今はありませんので、ちょっと打とうかなっていうふうにちょっと思ってた、まあ、矢先なんですけども、ちょうど私の勤め先、まあ教育機関ですけども、私の勤め先の方からちょっと急遽回答してくれっていう内容の連絡があって、内容としてはその、僕がちょっと行ってる学校っていうのが、大阪なんです。大阪市内なんですけども、大阪のあるエリアの学校、これは大学であるとか専門学校であるとか、どういう形でエリア分けしてるかまではちょっとそこまで詳しくは分かりませんけども、そこの学校で、勤務してる人たちを、希望する人間は1箇所に集めて、会社別にね売ったりするっていうところもあるみたいですけどもね、そういうような、形で、学校の方がそれを対応してくれてるっていう形で、どうされますかっていう、それをいついつまでに、どうするかっていうのを回答してくれっていう、そういう連絡が学校側から来まして、それで僕はうちに行きますっていう形で、すでにもう回答は終わってるんですけども、第1回目が8月中旬、2回目の接種が9月の中旬という形で、それでもう僕はもうある意味こう申し込みをした形になってますので、そのワクチンの、数っていうのをもう限られてるというか、確保するという意味やとは思うんですけどね。それで必ずそれはキャンセルなしに2回とも、受けてくださいよっていう、そういう形が注意としてはあるんですけども、僕も注射が怖くてね、子供の頃からねずっと病院通いやったんで、いまだに僕は、注射が怖いというね、病院が怖い、注射が怖いというね、いい年こいて恥ずかしいんですけども、そういうところがちょっとあって、正直怖いんですけどね。でもやっぱりそういう形でね、学校側もね、対応してくれてるんで、それをちょっとうちに行こうかなっていうふうには思ってます。会社名まではちょっと覚えてないですけども、その製薬がどこのメーカーさんのものなのかまではちょっと、覚えてないですけど、ファイザーではなかったと思うんですけども、そういう形でねちょっと進めていきたいと。それの中で打った日がどうだったかとか、その後どういう、副反応が出たとか、昔副作用という言い方やったんですけども、副反応がどういうふうに出てるかとかっていうことをね、しっかりちょっとね動画に撮ってね、それは公開していきたいなっていうふうには、ちょっと考えてます。同じようにね心臓疾患を持っておられる方もいるし、自分のお子さんがね、心疾患、僕と同じような心疾患を持ってるっていう方もいはりますから、何かのねちょっと、参考ね、あくまでも参考程度の話ですけども、これはワクチン打つのを進めるとかね進めないとか、そういう話とは全く違って、僕の場合こうでしたっていう形でねちょっとご報告させていただくと、ちょっと参考にはねなるのかなっていうふうにはちょっと私考えてますんで、ちょっとそういうふうな形をで進めてまいりたいなっていうふうには、思っています。ただそのワクチンを打つことでね、その効果がどうなるかとかねっていうのもやっぱりいろいろあるでしょうし、やっぱり今日、フランスに、住んで仕事をしてる、同級生から、帰るよっていうか、今日のフライトらしいですけども、日本に帰るよっていうような連絡がちょっとあって、京都の方もねまん防が出たり、また、東京がね緊急事態宣言、これは東京は延長になりますけども、大阪も出てると、こういうような状況になってるけども、自分たちは、ご夫婦でね帰ってこられるんですけど、自分たちはワクチンをしっかり打ってるからっていうことでこう2週間隔離されるとかね、そういうことはないらしいんですけども、やっぱり、打たないとねそういうふうなやっぱり海外移動ができなくなったりとかっていう時代にも、厳しい時代になってくるんかなっていうふうには思いますし、それならそれでねワクチンの効果が、どんだけあるんやっていうのはね、ちょっとそれは懐疑的な、ね、意見言わはる人もいますけどね、僕はちょっとそこは分からないですけどね、やっぱりでも売ったりとかねしないと海外でね仕事されてる方とかね、国内でも出張が多い仕事の方とかね、ほんで僕のように若者相手にねずっと仕事をしてる人間とかっていうことになると、またいろいろね、その職種とかね、お立場なんかによって対応ね、打たないっていう対応も正直変わってくる部分っていうのもあるでしょうし、僕がね、例えば無職で何にも仕事してないとかね、そうでしたらちょっと考える部分はひょっとしたらあるかもしれませんけども、まあ立場上ね、打たないわけにもいかないんで、それはちょっとまあ打つんですけどね。このワクチンの接種される人の数のパーセンテージをどんどん上げていくと、まあ、政府としては当たり前、そういうふうに言うのは当たり前と思いますけども、まあ、それに加えてね、僕たち側から見ると、まあ、仕事のやり方とかね、今後やっぱり学校のね、教壇に立ってますけども、そのやり方だいぶちょっと前期リモートには変わったんですけども、今後それがどう変わっていくのか、また後期からも、まあ、9月からね後期始まりますけども、そこからまた、リモートがまた始まってしまうのかっていうことになるとね、まあ、いろいろストレスがいろんな意味でね、生徒さんもそうですけどね、やってる側の僕としても、まあ、事務方なんかもそうやと思いますけどね、まあ、ストレスが溜まってきたりとか、またそれに対する効果があって、またね効果がないやんけっていうことでね、人の流れがね、人流という言い方してはりますけども、人流が止まるか止まらへんかっていうて、止めるのは僕は基本的に不可能やと思いますんで、それこそまあ大阪なりね、東京なりを2週間なり3週間なり完全ロックダウンして電車も止めてっていうやり方もあるのかも、イギリス方式でねやるやり方もあるのかもしれませんけども、でもそれが日本でできるのかどうかっていうのもやっぱり気持ちの上ではあるし、いろいろちょっと考えてなければならない部分があるかなと思います。とにかく心疾患をね、基礎疾患を持ってる僕がワクチンを打てばどうなるかっていうような内容のことをこれからも進めていきたいなっていうふうには思いますのでね、またよかったらね、皆さんね聞いていただければ、嬉しいですし、またチャンネル登録とかね、高評価、ボタンを押していただくとすごく自分としてはすごく嬉しいです。まだよかったらね、聞いてください。今日はご視聴ありがとうございました。川崎イズムでした。